はい、どうも、皆さん、おはこんばんにちは。そして、動画、お久しぶりぶりでございます。はい、というわけで、会長のおならも出たところで、クレイジー城下頃ともいきでございます。はい、というわけで、いや、もう叩きすぎて手真っ赤。でね、まあ、本当に、もうね、しょうもないギャグから始まりましたけども、今日はね、そんなことを話しに来たんじゃないんですよ。話しに来たっていうか、まあ、そのためにね、動画撮ってるわけじゃないわけですよ。本日はですね、まあ、先日の、1月の7日に行われました、AKB48 のハイテンションの劇場版の個別握手会、大握手会の、行ってきたレポを、いろいろやっていきたいと思います。今回はね、皆さんにいろいろもう言いたいことがありすぎる。あ、というわけで、ある程度カメラにね、距離も取ってやっていきたいと思います。はい、まずはですね、何時頃行ったかと言いますと、大体ね、2時頃 2時頃着いたんすよ。幕張メッセで行われたんですけど、幕張メッセに2時頃着きまして。っていうのも、まあ、動画で、まあ、以前挙げたようにですね、結構、わゆくんと、まあ、ずっとね、僕らの、大体、小学校かな、小学校ぐらいからずっと仲良くしてる友達がいるんですけど、その、ね、僕も入れて3人で、結構、わいわいガヤガヤやってまして、まあ、そのおかげでね、まあ、いいんですよ、楽しかったから、楽しかったらいいんですけど、明日早く起きなきゃいけないっていうのを言ってたんですけど、起きたのが、11時。10時、まあ、10時半ぐらいか。だいたい10時半ぐらいで、出たのが、ワイ君の家を出たのが、11時半ぐらいかな。まあ、簡単に言っちゃえば、大寝坊をしたわけでございます。まあ、気まぐれステージだっけ？気まぐれステージっていうのがあって、今回は。まあ、それも撮ってたんですけど、それがまあ、6時ぐらいだったかな。で、行くメンバーさんのも、だいたいまあ、7部とか6部とか8部とか、そこら辺だったと思うんで、だいたいね、もう、まあ問題ないと、そこら辺に行っても問題ないって分かってたんですけど、一応ね、ちょっといろいろファン交流だったり、グッズを見ていきたいなと思ってたんで、まあまあ、ある意味、大失態を初めにやらかしたわけですね。まあですね、そんなこんなはありつつですね、無事に、一応幕張メッセに着きまして、結構その日の幕張メッセはですね、各所で、いろんなイベントを行われてまして、AKB の握手会のブースの隣には、アニメの西遊記の、展示会、のようなものをやってたり、あとまあ普段僕が、その握手会に行ったりするときに多く使われてる国際展示場の確か9から11エリアっていうのがあるんですけど、その展示場ではですね、EDM のイベント、まあ、俗に言うフェスってやつをやってまして、確かなんかエレクトニクスかなんか、エレクトロニクスかエレクトニクスか忘れたけど、そんな感じの、結構 EDM の、ね、なんかイベントみたいなのがやってて、外からでもね、なんかボンボボボンボボボボボボボみたいな、そんな感じの音楽もね、聞こえてまいりました。まあね、そんなイベントが結構いっぱいあったんですけども、相変わらずですね、やっぱり AKB48 握手会かなり盛り上がっておりました。今回はですね、僕も、もう昼ご飯を、まあ、さすがにね、11時だから、ね、来たのが、あ、11時じゃない、うん、まあ、2時ぐらいだから、来たのが、もう昼ご飯も全部済ませて、会場に来てたんですけど、結構、フードスペース、フードコートみたいなとこもあって、かなりね、美味しそう、いい匂いしたんですけどね、ちょっと食べたかったんですけど、もうお腹いっぱいだったんでね、残念ながら食べれなかったんですけども。あと、ま、相変わらず、ま、AKB カフェで売ってるようなものも出してたりっていうので、結構食べ物も充実してるし、グッズ、ファン。で、今回はね、先ほどもちょっと話してたんですけど、気まぐれステージっていうのがあって、まあ、メンバーさんが、こう、大体、ま、ソロか、結構何人かで組んで、ま、10分程度の大体、ステージを、するんですけど、それもね、また剣がいるんですけどね、結構その音も、ま、漏れてきてて、かなり盛り上がってましたね。まずは幕張メッセに行って、僕が一番、最初に行ったのが、生誕スペースですね。はい、生誕メッセージのスペースに行って、中村真理子さんの、生誕祭がそろそろ開かれるっていうのを、まあ、ツイッターでも聞いてたので、まあ、そろそろメッセージ募集とかちょっとあるんじゃないかということで、行ったんですよ、実際に。まあ、そしたら案の定ありまして、いつも
よく喋らせていただく、困り講師の、ね、方とも、おしゃべりしつつ生誕メッセージを書かせていただきました。その際にですね、いろいろ困り子さんに関する生誕のグッズも、いただきました。こんな感じです。はい、こちらでございます。こちらがですね、まず中村麻里子さんのこれ生誕委員のうちらですね。こんな感じ、これ勝手に載せていいのかわかんないけど、まあこんな感じです。いただきました。で、結構いろいろ困り子さんのアピールポイントとかね、書いてたり、ね、こういう生誕委員のこう実施中っていうのも書いてたり、可愛いイラストが書いてたりっていうので、ね、まあ、この時期にはちょっとね肌寒いですけども、うちわいただきました。まあこれもね結構可愛らしい面白いデザインが両方されているので、ね、もうぜひともいただこうと思ってくださいって言っていただきました。そしてですね、もう一つ、こちらです。と、はい、こういうね、宣伝、困り子さんに関する宣伝名刺も、いただきました。中に入ってですね、結構普段はいろいろ物販スペースとかがあって、まあ、グッズが売ってたり、なんかそういういろんなものが売ってたりするんですけど、そこで結構ね、普段はまあいろいろ買ったりするんですけど、今回はそんなに、まあまあ、買うものもないかなと思ったんですけども、1個だけ買いました。それが、こちら。はい、こちらでございます。AKB48 の推し千社札でございます。まあ、この推し千社札って言ってもストラップになってるんで、推し千社札ストラップですね。はいはいはい、こんな感じでございます。困り子さんの、こうね、千社札となっておりまして、後ろにはこうちょっとね見えづらいんですけども、こういうラグがあってね、中村麻里子っていう風に書いてて、で、正面にはこのあだ名とニックネームと、顔写真で、まあ、ここも多分、他のメンバーさん見てないんでなんとも言えないんですけど、多分この、かけるストラップの部分はですね、おそらくチームカラーになっていると思います。まあ、小森子さんが A なんでピンクっていう感じですかね。まあまあこんな感じで結構ね、千社札ストラップ、あ、いいなと思って、で結構ウッドで作られてます、木で作られてますので、まあまあ丈夫だし、まあいろいろカバンとかにもつけやすいなと思って、買わせていただきました。そしてですね、今回はまあただの、握手会じゃござせんでした。はい。っていうのもね、抽選システムがありまして、iPad でこうくじでパンパンパンって選べるようになってボタンを押して選ぶんですけども、その抽選で外れた場合はまあ通常の握手で、もし当たった場合はまあそのレーンに合わせてもともと告知されていた得点がつくよというものでございます。で、まあ、その特典も結構様々でございまして、まあ、ワンショットで、動画が撮れるよっていうのと、ツーショット、写真が撮れるよっていうのだったり、あと、まあ、正月の、ね、初の握手会だったんで、年賀状は書いてもらえるよというようなものもありまして、結構様々な、特典がございました。まあですね、結構ね、今回いろんなね、握手会で特典があったんですけども、その中でですね、まあ、選んで今回いろいろ行かせていただいたのが、二人です。まあ、やっぱり安定の中村麻里子さん。まずここは行きますよね。推し面なんで、仕方がないです。ね。そして、今回、ちょっと新しいとこも行ってみたいなってことで、まあ、ショールームを見て、あ、この子面白いし、可愛いし、よく喋るし、いいな、この子。ちょっと行ってみたいなっていうので、今ね、ツイッターの可愛らしい動画でもね、結構話題になってますけども、チーム A の日渡しゆいちゃんのところに行ってまいりました。イエイ、初でございます。まあ、割り振りといたしましては、日渡しゆいちゃんに2枚で、中村麻里子さんに2枚、そして、中村麻里子さんと島田遥香さんの、気まぐれステージ、が1枚ということで、まあ、合計5枚の、今回握手券で参戦いたしました。まず最初に、参戦したのがですね、日渡しゆいちゃんです。確かね、6部だったと思うんですけども、まあもう指名権だったんですぐそのまま行って、結構日渡ん会話がね、よくしてくれるので、会話をよくしてくださるので、まあもともと人気があるっていうのもあるんですけど、まあ、結構列が長いよっていうのも、日渡ん推しの、人から聞いてて、まあもともと結構やっぱバーって行った時には長かったです。で、並んで行って、まあこれだと、まあ、その後に気まぐれステージの方も控えてたので、まあ、ちょっと時間がもし間に合えなくて出せなくて、あ、これね、こう干すことになりましたって言ったらちょっとね、悔しいので、まあ2枚同時に出していくことにしました。で、まあこう自分の番になって券をお願いしますって身分証明書も見せて、ね、こう抽選でよろしいですかっていう抽選したんですけど、まず一発目ポンって押したところで
パポンってワンショット動画シャーっていうシャーっていうような感じでもう内心で喜びながら、ありがとうございますどうもっていうような感じでもうちょっとテンション抑えつつ内心シェーみたいなもう感じでね、もうのっけから一発目で当てちゃったわけですけども、2枚目は残念ながら普通のアクションになりました。でですね、まあセリフの方が新年にちなんだいろんなセリフがあるんですけども、まあその中から選んで、いろいろやっていただくというようなことなんですけども、まあねこれちょっと今回編集技術を駆使して皆さんに直接動画見せたいと思います。そのワンショットのひいわたんの萌え正月ゼリフまで3、2、1どうぞ。あ、すいません、お風呂入ってました。まあさすがにこのままでね動画続けるってのはあれなんで服着たいと思います。はい、というわけで着替えも終了したということで、引き続きレポ行きたいと思います。いやーね、僕がねお風呂に入っている間に皆さんにはね、ひいわたんのねワンショット動画見ていただきましたけど、どうですか、めちゃくちゃ可愛くないですか。もうやっぱねキュンキュンするし、もあのいつものツイッターとは違う僕だけのために言ってくれてるっていうのがね、またねこうねもうたまんないっすよね。もうね最近俺ひいわたんに推し変しちゃうんじゃないかぐらいの感じでね、結構勢いでひいわたんにすごいもう大好きなんですけど、これ言ったらねまたいろいろこまりこさんにはねかなり前科が、まゆうさんから僕を推し変してきたって、こまりこさんに推し変したっていう前科があるので、ちょっとねまたあのこまりこさんにわーわー言われると思うんですけど、まあまあそこはトランキーロあっせんなよってことでね、しっかり自分の意思持ってバッチリ推し変せずに困りごさん推しでいこうと思うんですけど、さあというわけでまあね、その本題の推しの困りごさんでございます。まあね、結構僕は困りごさんのレーンに行って、まあ、8部だったんでそれが最後だったんで結構、まあ、割と早めにたどり着けたんで、結構鍵閉め、あ、鍵開けの人から、まあ、結構何人か、8人、5人、まあ、8人から5人あたりの、あんま数は打ててないんでね、わからないですけど、そんぐらいの位置にいて、で、結構皆さんとわーって困りこしなんでみんな話してたんですけど、まあ、そっからみんな当たってないですよね、全然。まあ、困りこさんの場合は年賀状を書いていただけるっていうのなんですけど、全然誰もボタンで当てれてないっていうので、結構それが十数人ぐらい続きまして、なかなか結構雲行きが怪しいんじゃないかっていう話もしてたんですけど、まあ1回目は通常通りの握手でこまりこさんと握手をさせていただきました。でまあとりあえずこまりこさんへのまず報告として、まあまあ免許は取れましたよと、僕取れたんですよ、あの自動車運転免許をね、取って取りましたやりましたって前あの握手会で話してて、まあお久しぶりですって、僕免許取れたんですよっつって、ああおめでとうってよかったじゃんって頑張ったねって言われて、はい、もうなんとか取れましたよっていう風に言って、でまた後で来ますっつって、でまあ今年もよろしくお願いしますみたいに言って、あよろしくって言ってね、そんな感じで、まあ、新年の挨拶と、まあ、免許取れたよっていうご報告も兼ねていろいろお話もさせていただいたんですけど、まあその後は、まあいつもの、交流させていただく方と話してて、その人もその時まだ全然当てれてなくて、まだ結構こまりこさんの生誕委員の皆さんは割と出せてなかったっていう状態で、皆さんどうなんですかって言ったら、あんま微妙だねって言って、でまあいつも話す人とも話して、どうですか出ましたかっていう話をして、出てないねっていう、でね結構こういうのって出だしたら頻繁に出るけど出なくなったらパッタリと出なくなるっていうのらしくて、なかなかそれも分かんないし一概にも言えないんだけどねっていう話を聞いて、あのもう僕ラスト実は1枚なんですよって、マジかっつって、それでちょっと当たったらいいねみたいな話をしつつ、僕じゃあそろそろちょっと行こうと思ってんで行きますって言って、で分かったじゃあ僕も行くよ連番しようって、ああありがとうございます連番行きましょうって言って一緒にいたんですよ。で、僕が先に行ってその、一緒に連番してくださる方が後ろに行って二人でこう行ったんですけど、僕がもうお願いしますって祈りながら行きますって言ってパンって押したらポンってワンシあ年賀状っていうのが書いてある。シャーって俺、結構な声量で、隣の例まで聞こえるぐらいで、シャーって思いっきりガッツポーズして、結構な声量でね、ガッツポーズしちゃったんで、結構周りの皆さんから見られたんですけど、でもそれだけ嬉しかった。ラスト1枚で、ね、しかも、
その日最後でね。で、推しの自分の推しのやつに当てるって、もう正直ね、ひいわたんのワンショット写真を当てた時点で、あ、俺今日ねえなと思ったんですよ。まあ大体これも確率論らしいんですけど、大体まあ目安で言うと15人いけば1人は当たるだろう、1枚は当たるだろうっていうような確率らしいんですよ。まあこれもおそらくなんで間違ったらあれなんですけど、まあ大体そのぐらいの目安で、もう俺だって4つしかないし、それをまあ別々の人に言ってるわけだから、しかも2枚2枚の動画で1枚当たってるわけだから、もう正直これは俺もう諦めてたんですよ。10着ないだろうと。でましてやこう1枚だけでパンっていって、まあ、結構すごく当たり前のことなんですけど、1人が例えば10枚出して10枚連続でパン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 10回連続でくじができるっていう方がやっぱり有利じゃないですか。それを一発勝負で当てるってまずまずないだろうというふうになったんですよ。いやもうね、その予想を完全に覆して一発でポンってワンショット、何回も間違えるわ、年賀状当てることができて、もうフォーっつってシャーっつって結構やってる中で、それを見て後ろの連番してくださる方が爆笑するっていうね。でまあ、よかったじゃん、おめでとうって言いながら2人で話してたんですけど、でね、結構これね、皆さんも気をつけてほしいんですけど、結構ニックネームがダメっていう風になってて、それに気づく、もうテンション上がったまり、ともゆきってファーって書いちゃって気づかなくて、でね、そのまんま書いちゃったんで、結構ね、いろいろその後に、あ、これニックネームダメっすよって後ろの連番の人が言って、え、マジですかつって、これなんとかならないですかねっていう風にいろいろ話してて、まあ訂正しますかってせっかくなんでつってね、訂正して、ちょっとそれでまた手続きがいろいろめんどくさくなったんですけど、まあね、そんなグダグダも経て無事、なんとかね、こまりこさんのとこに行って、当たりましたよ、ラスト1枚でつって、うわーって、おめでとうみたいな、すごいじゃんって言って書いてもらって、で僕ね、あれなんですよ、だってもう終わる、やばくないですか今年つって、免許当たっもう取って、でこれ当ててラスト1枚で当てるんですよつって、俺、運、もう今年くらい死ぬんじゃないですかねつって、もう運、使い果たしたんじゃないですかねつったら、こまりこさん、そんなことないよつ、運上げてこ、上げてこって言って、で、書いてもらったのが、こちらです。はい、こちらでございます。これね、こまりこさんのサインと、ともゆき様と、ね、まあ、僕、ともゆきって言うんで、まあ、ね、本名はともゆきなんですけども、こちらね、ともゆき様っていう風に書いて、ね、で、なんでか、あげてこっていう、うん、あげてこって言って、書きながら言ってたんですよ、うん、あげてこっつって。で、矢印ピューピューとか言って、で、俺が、おっつって、まあ、そうっすね、つって、俺、こっからですもんね、つって、そうだよ、つって、まだ1年何月あると思ってんのつって言って、そうだ、つって、もう、頑張りますよ、つって。ここからバン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 上げてって、一緒に、今年、もう最高のものしていきましょう、つって。うん、頑張ろう、つって言って、で、じゃあまた来てね、つって。はい、また来ます、つって。今年もよろしくお願いします、って。さよなら、つって。バイバーイ、つって言って、で、別れたわけですよ。いやーね、まあ、とりあえず、こまりこさんに勇気づけられたってのもあって、まあまあ、ね、最高の一年に今年はしていきたいかなと思います。で、まあ、詳しく見ていくと、まあ、この、切手を貼る部分が、鳥年なんで、鳥と、富士山と48と。いうような感じですね。で、握手会なんで、この下には、握手会の2017っていうのが書いてあります。で、サインと名前と、こまりこさんの、うん、あげてこっていうコメントがついてると。で、裏側が、こんな感じです。こまりこさんの、書いた、このイラストと、金河新年2017年っていうのと、明けましておめでとう、今年もよろしくお願いしますっていうね、コメントもつきて、ね、こういう風な感じで、年賀状をいただきました。あと、下の方にもこういうね、AKB48 組っていうような感じで結構ね、洒落た、結構凝ってるハイテンションでもちゃんと書いてありますし、凝ってる、作りでございます。まあね、こういうね、記念品ももらえたということで、かなり今回は収穫物が多かった、握手会じゃなかったんでしょうか。まあですね、やっぱりこう、ひいわたんのワンショット動画も撮れまして、で、しかもこういうね、こまりこさんの、ね、年賀状なんかも、ね、貴重な年賀状なんかもいただけまして、運上げていこうというのでね、もういただきましたので、もう今回は本当にね、テンション上げ上げの、ね、握手会でございました。あとですね、まあ、気まぐれコンサート、気まぐれライブの方はですね、こまりこさんと島田遥さんのに行かせてもらったんですけど、その時にも、僕はですね IWGP のインターコンチネンタル王者のベルトを持っていたんですけど、まあ、それも講じて質問コーナーみたいなのがあったんですけど、その時にで、まあ、こまりこさんに、あ、じゃあそこのチャンピオンベルトつけてる人、つって、はい、つって言った後に、おみたいな。ちょっとおっていう顔して、多分、
僕だっていうのを気づいてくれたのかどうなのかわからないですけどね。まあそのインターコンチのベルトを持っていった理由っていうのが、まあ、あの豆腐プロレスっていうのがねあって、まあそれに、島田遥香さんが、参戦するっていうことが、決まっているので、まあ僕もまあね、もともとプロレスが好きっていうので結構今後握手会にプロレスグッズっていうのを生かせて着ていったり持っていったりっていうのが多分増えていくと思うので、結構ねそこら辺はうまいこともともと好きなプロレスと絡めていって、まあ今回みたいな感じでやっていけたらなっていうので、いろいろね使っていきたいと思います。でまあそのプロレス好きはこうして結構いろいろ質問をさせていただいたりですねしたわけで、まあ最初は質疑応答みたいな感じでトークをして、その後に最後にカラオケで草原の奇跡を歌うっていうような感じですね。まあね、気まぐれライブの、ね、映像とかは、まあ、あれ撮影とか録画全然良かったんですけど、まあ、結構長くなるし、皆さんにもね、まあ、すでに結構長いんで、本当にね、最後までご視聴ありがとうございましたと言いたいところなんですけどね、本当にまあ、さらにそれをビデオ見せると長くなるので、まあまあ、それはね、見た人だけのお楽しみということにさせていただきたいと思います。周りではですね、結構、小木ゆかちゃんの声だったりとか、あと、須藤りりかちゃんのね、可愛らしい声で歌ってる、歌声なんかも聞こえたりはしたんですけども、まあまあね、今回の握手会レポは、こんな感じでございます。最後までご視聴長い間ありがとうございました。結構ね長々と、ね、こう熱が入って、いやワユくんからも言われたんですよ、短くしろ短くしろっつって。いやでもね本当にこう熱が入っていろんなコメントにも来るんですよ、けど熱がね思わず入っちゃって、で僕が結構編集とかはできないのにもかかわらずすごいべしゃぐり屋でいろいろ喋りたいから、で余計にこう熱が入っちゃってね、すごい喋るんで本当にね、結構長い動画になっちゃった、本当に申し訳ありません。はい、というわけでこんな感じで終わりたいと思います。動画の下の方にはですね AKB48 関連、乃木坂関連、他のアイドル関連というのもね、いろいろ動画の再生リスト載っけておきますので、ぜひともそちらの方からどしどし、クリックしてチェックしてみてください。いろんな動画がありますのでね、ぜひともチェックお願いします。そして、僕はねショールームやっているので、そちらの方もねぜひぜひチェックしていただいて遊びに来ていただきたいなと思います。まあ、無料で配信したり、ね、見れる、ね、アプリなのでぜひぜひダウンロードいたしまして、今日はちょっとダウンロードとか言っちゃったり噛んでるけども、そんなことはいいんですよ。とりあえず、まあまあね、ぜひともショールームに遊びに来ていただいて、いろいろ48談義だったり、プロレス談義なんかもさせていただけたらなと思います。皆さんもぜひコメントいただけたらね、リアルタイムで反応いたしますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、というわけで、それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。長くなりましたけど、アディオス、バイナラ、今年も一年よろしくお願いします。運上げてこう。